それでは、現在形を覚えていきます。現在形はフランス語活用のもとですからね必ず完璧にしていきたいです覚えるコツはまず口に出して発音してみるそがれができるようになったら次にノートなどにつづりを覚えていきましょうでは2回繰り返します同じく発音してみましょう「 Je suis. Je suis. Tu es. Tu es. Il est. Il est. Elle est. Elle est. On est. On est. Nous sommes. かででししょう発音できましたかこの「え t と e 同士は名前職業いる場所など 自己紹介によく使う動詞です。しかし、気をつけなければいけないことがあります。年齢を伝えるときには使えません。英語と違う点ですね。フランス語での年齢の伝え方は、次で紹介します。そして、この動詞で間違いやすい発音は、イール、エール。 の通り言ってしまいがちなので今のうちにイレエレオメと耳からしっかり覚えておきましょう。Le はい、フランス語学習は順調ですね。継続が本当に大事ですので、チャンネル登録をお願いします。 そしてあなたのやる気を応援してくれそうな動画だなと思っていただけましたら「グッドボタンのクリック」をお願いします。